小堺富木玉振り時計の秘密一。これまで塚原敏夫君の取り扱った事件の中には随分複雑なものもありましたしまた極めて簡単なものもありましたしかし簡単といっても敏夫君にとってその解決が容易であったというだけでして 事件そのものはかなりに難しいものが多かったのでありますこれから皆さんにお話ししようとする事件も警視庁の人たちが持て余した挙げ句敏夫君によって立ちどころに解決された殺人事件であります犯人は確かにあの男であると推定されておりながらその男が十分計画をしてやったことでありますから警視庁の人たちは その証拠を挙げることができなかったのですけれどもどんなに巧妙に計画された犯罪でもどこかに必ず手ぬかりがあるものですこの事件においてもやはり犯人は大きな手ぬかりをしていたのですしかしその手ぬかりを警視庁の刑事たちは気がつかなかったのでしてただ敏夫君だけが それを容易に発見して、ついに犯人を自白せしめることがでできたのであります。こういう探偵事件を紹介するには敏夫君のところへ事件が依頼された当時から書き始めて敏夫君が解決するまでを順序正しく述べるのが普通ですけれど今になっては何もかも分かっているのですからむしろ私は犯罪の顛末を先に述べてそれから。 君がそれを解決した模様を語ろうと思いますというのは皆さんにもこの事件のどこにテルかりがあったかをあらかじめ考えていただきたいと思うからであります2日本汽船会社員小野隆太郎が 支配人の佐久間氏を殺そうと決心したのはひとつきほど前のことでありました支配人といえば主人も同様でしてかりそめにも主人を殺すということはそこにどんな理由があろうとも許すべからざる大罪悪でありますしかし龍太郎には生まれながらに悪人の素質があったのかいったん殺そうと思い立ったが最後 俗に言う悪魔に見入られたとでも言いますがどうしても強行を演じないではいられなくなったのでありますさて龍太郎が何故に支配人を殺そうとしたかということはこの話にはあまり関係がありませんからその記述を省きますただそれが金銭上の問題に関係していることだけを述べておきますがそれはとにかく 劉太郎は支配人殺害を決心するなり今度はいかにしたならば自分が殺したということが分からずに済むであろうかを考えました彼は無常冷酷な性質でありますが自分の生命を愛する念も甚ははだ強かったのでありますですから罪の発覚を防ぐ方法を熟考したのであります 人を殺して自分が生きておろうと考えるような人間を天は許すはずがありませんけれど悪人である彼は天に反抗してまで自分の火を遂げようとしたのであります彼は自分が殺意を持っていることを少しも気づかれないように心がけ支配人にあっても平素の態度と業も変わるところがないようにしていました 竜太郎にとって都合のよいことは彼が人知れず一丁のピストルを持っていることでありましたそのピストルは彼の友人で長らくアメリカに滞在していた男からもらったのでありますがその男が先日急病で死んだのでもはやこの世に彼がピストルを持っていることは誰一人知りませんですから竜太郎は ピストルをを持って支配人を殺そうとしたのであります。次に彼はどこで支配人を殺すかということについて考えましたその結果彼は支配人の自宅の応接室を選ぶことにしました佐久間氏は60近い年配でありながら独身生活をしていて雇い人の老婆と2人きりの暮らしであったからでありますそれに、 支配人の自宅の応接室には1個の大きな風変わりの玉振り時計がちょうど背の高さぐらいのところにかけてありまして彼はこの玉振り時計を巧みに利用して罪の発覚を防ぎうると思ったのであります彼が玉振り時計をどんな具合に罪の発覚を防ぐために用いようとしたかということは おおい追い述べることにします彼は多くの犯罪者がちょっとした手抜かりによって探偵のために罪を暴かれることを知っておりましたから犯行の現状に少しも手がかりを残さぬように注意しなければならぬと考えました自分の所有品を死骸のそばに移出してきたりあるいは先方の器物の上に指紋を残してきたりして 難なく逮捕される例がたくさんありますから彼はそういう犯人の二の舞をしないよう工夫を凝らしました竜太郎はいよいよ4月25日の晩に教皇を演ずることに決めましたなぜ彼がこの日を選んだかということは 読んでいってくださるうちにわかります。彼はその夜7時半頃に例のピストルを懐に忍ばせゴムの手袋をはめて郊外目黒の佐久間支拓の付近に来ました上野の桜が散って日比谷にツツジの咲く頃でありますのに夜の空気はかなり冷たく彼の肌をなめました佐久間氏宅の付近には、 大きなりがありまして隣とは甚ははだ遠くいわば一軒家といってもよいくらいでしたから人通りはほとんどなく誰も彼の姿を認めるものはありませんでした彼はしばらく木陰に身を忍ばせて支配人宅の様子をうかがいましたしばらくすると佐久間氏宅の裏門から雇い人の老婆が出てきました 寮母は毎夜8時ごろにお湯に行きそれから買い物などをして10時ごろに帰るのが例であって彼は言うまでもなくこの時間を凶行のために選んだのであります龍太郎は寮母の姿が見えなくなるまで見送って薄気味の悪い笑いを漏らしましたそうしてそれからつかつかと表門を入って玄関のベルを押しました 戸を開けに来たのは、言うまでもなく、佐久間氏自身でありました。佐久間氏はモーニングコートを着ておりましたから龍太郎は佐久間氏が会社から帰ってまだ着物を着替えないでいることを知りました佐久間氏は自分が殺されるとは夢にも思っていませんから快く彼を迎え入れ応接間に導きました応接室へ入るなり、 支配人は彼に与える椅子を取ろうと思ってちょうど玉振り時計の方を向きましたその時彼は柳輪にピストルを取り出して引き金を引いたのでありますそれは全く一瞬間の出来事でありました偶然たる爆音ともうもうたる白煙がさっと部屋の空気に流れた時 佐久間氏は無残にも脳天を打ち貫かれて死体となって彼の前に横たわりました彼はその恐ろしい光景にもさほど狼狽の色を見せず佐久間氏の息が完全に絶えたことを見すますなり再びピストルを取り上げてこっちこっちと動いていた玉振り時計に近寄ると文字盤に向かって さらに一発打ち放しましまた。ガラスの破片が異様な音を立てて床の上に散るなり彼はギョッとしました。というのは彼の計画では時計の針を1時間半ばかり進めてから時計に向かってピストルを打ち込むつもりであったからであります。おそらく無情冷酷な彼も死体を見た刹那心に激動を受け 思わずもやり損なったのでありましょう彼はびっくりしてしばらくの間玉振り時計を見つめました蓋のガラスはほとんど下に落ちてしまい振り子は止まりました針は8時10分前を指しておりまして幸いに弾丸のために傷つけられておりませんでしたから彼は救われた気持ちになりましたこれならば、 予定の計画通りにやれる。こうつぶやいて彼は針に手をかけ動かそうとしましたところが針は機械が破損したために少しも動きませんでした彼は再びぎょっとしました全身に冷や汗がにじみ出るのを覚えましたしかし彼は再び冷静な心を取り戻して 針の軸の軸ところを観察しましまたすると幸いにもその針の上はネジで留めてありましたので彼はそのネジを外しそれから長針と短針とを抜いてちょうど時計が9時半を示すように置き換えさらにネジを元通りにはめました普通の玉振り時計ではこういうことはできがたいのですが 運よくねじ止めにしてあったので彼は救われたのでありますここれれででいい、これでいい。彼はほっといきを漏らしてつぶやきましたそうして傍らにあった椅子に腰をかけ気を鎮めようとしましたがなんだか頭がボーっとしてきました彼は何か手ぬかりをしなかったかと辺りを見回しました すると支配人の着ていたモーニングコートに真っ赤な血が流れにじんでいましたのでさすがに薄気味が悪くなり追い出されるように郊外に出たのであります空は美しく晴れて星がまばゆく輝いておりましたが龍太郎の熱した目はあたりの事物を認める力はなく足は ななんだかか地につかぬような気がしましたしたかし彼はかねての計画を実行することを忘れませんでしたその晩9時に学校時代の友人たちと日比谷の S ローで親睦会を催すことになっていたので商船電車で駆けつけたのであります S ローへ行くと友人たちはみんな集まっていましたおいおのお遅いじゃないか と友人の一人は彼の顔を見るなり言いました彼は懐中時計を出してみました無論その時彼はゴムの手袋を脱いでいました遅いってちょうど約束のく時にまだ3分あるじゃないか彼はみんなに聞こえよがしに言いましたそれはそうと。 バカに君は青い顔をしているなあと他の友人が言いました「うんハハハ」<laughs> と彼は妙な笑い方をして投げるように座布団の上にあぐらをかきました酒を飲みごちそうを食べるとだんだん彼の心は静まってきましたそしてみんなと談笑しながら 十一時頃までスローにいましたがそれから彼は下宿へ帰って比較的よく眠ることができました四。4. 少年科学探偵塚原俊夫君に P のおじさんと呼ばれていた警視庁の織田刑事が私たちの事務所兼実験室を訪れてこられたのは 佐久間氏が殺された翌日の午後でありました敏夫君は23日前にある大きな事件を解決して何か新しい事件はないかと思っていたところでしたので織田刑事の来訪を非常に喜びましたそして織田刑事の来意を聞くに及んで一層喜びましたというのは織田刑事は 佐久間氏殺害事件の解決をとしお君に依頼したからであります。犯人の見当はおおよそついているけれど、確証が上がらぬから困っているのだよ。だから、それをとしお君に見つけてもらおうと思ったんだ。と織田刑事は言いました。死体が発見されたからの顛末を順序よく話してください。ととしお君は言いました。 織田刑事の話によると死体を発見したのは雇い人の老婆でありました老婆は昨夜8時少し前にいつものごとくお湯に行きそれから八百屋へ買い物に行って10時ごろ帰ったのですが応接室に明かりがついていたので不審に思って見に行ったのでありますというのはその夜佐久間氏は9時ごろにある会合に出かけるはずであって 帰宅は12時頃になるかもしれんと話していたそうだからであります応接室に入るなり彼女は支配人が血にまみれてうつむきに死んでいるのを発見し腰を抜かさんばかりに驚いて直ちに警察に電話をかけたのであります小田刑事が捜査主任となって先方へ行って調べてみますと死体以外に目のついたのは例の「 弾振り時計でありります。弾振り時計はピストルの弾に当たって9時半で止まっているから多分犯人は第1の弾を依存じて時計を打ち第2の弾で佐久間氏を撃ち殺したに違いなく従って凶行は言うまでもなく9時半に行われたものであろうと推定したのでありますそこでまず死体の検査を終わって 死体を警視庁に運んで解剖に付することにしそれから時計の検査を済ましすぐさま手分けして日本規船会社の社員全体を呼び寄せ一人一人取り調べることにしたのでありますするとねと小田刑事は語り続けましたたった一人怪しい男があるのだよ名は小野龍太郎というのだがね 他の社員の昨夜の行動は全部明らかになったのだが、小野隆太郎の7時から9時までの行動がどうしてもわからないのだ。彼は散歩していたと言うけれど、その証拠を挙げることができないのだ。もっとも、教皇は9時半に行われたのだから、彼を疑う理由がないと言えば言えるけれど。しかし、 時計の針は任意に動かすことができるんですから凶行が必ずしも9時半に起こったとは言えないじゃありませんかと敏夫君は反対しましたそれは大きにそうだ僕もそのことを考えてみたけれど第1時計の針を動かしたという証拠がないのだそれにたとえ故意に動かしたのだとしても小野龍太郎が昨夜 拓を訪ねたという証拠がないのだだから困ってしまったのだよそれに社員以外にはどうも佐久間氏を殺害するような人間はないのだから敏夫君は織田刑事の困った様子を眺めて軽くうなずきながらじっと考え込みました殺された佐久間さんはその晩ある会合へ出かけるはずだったと言いましたね どんな服装をしていましたかとしばらくののち敏夫くんは尋ねましたモーニングコートを着ていたよ敏夫くんは再びじっと考え込みましたそれからまた尋ねました壊れた時計はそのままになっておりますかそのままにしてあるガラスの破片なども手を触れるように命じておいた その小野というのは今警視庁に引っ張ってありますか？県議の晴れるまでとどめておくつもりだ。小野に佐久間さんの死体を見せはします。まいね。無論見せやしない。俊夫君は決心したように立ち上がり私に向かって言いました。兄さん探偵カバンを出して出かける用意をしてくれ。それから p のおじさん。 と、織田刑事の方を向き、あなたはこれから警視庁へ行き小野を連れて佐久間さんの家へ来てください僕たちは先へ行って玉振り時計を調べますから小田刑事が去りますと私は自動車を呼びましたさて皆さん敏夫君はいかにして小田刑事の指南とした2つの証拠 すなわち小野龍太郎が昨夜佐久間支宅を訪ねた証拠と玉振り時計の針を故意に動かした証拠とを挙げるでしょうかどうか皆さんもこの話の続きを読む前にこれまで私が書いた部分から判断してみてください5 私たちの自動車が佐久間支度へ着くなり見張りの刑事が出てきましたそうして私たちを応接室に案内してくれました敏夫君は応接室へ入るなり玉振り時計に近寄ってじっと見つめましたそれから床の上に落ちているガラスの破片を拾い上げそれを透かしてみたり表面を指でこすったりしました それから椅子を持ってきてその上に上がり文字盤に目を近づけて熱心に見つめましたしばらくのあと敏夫君はいすの上からひらりと降りて床の上の血を見つめましたそれが済むと部屋全体を見回しましたそうして23度軽くうなずきながらにっこりしましたその笑いは、 君がいつも何か手がかりを見つけた時に漏らすものなのです分かったかいと私は尋ねました敏夫君は大きくうなずきましたやっぱり時計の針は恋に動かしたものか意地の悪いおく君はにやりと笑うだけでした兄さん僕はちょっとばあやさんに会ってくるよ こう言ってしした。しばらくしてからおく君は帰ってきましたが老婆から何か有力なことを聞いてきたと見えうれしそうにしておりましたその時小田啓二は小野龍太郎を連れて入ってきました龍太郎は至って平静な顔をしておりました小田啓二の紹介が済むとおく君は たに向かって言いました小野さん大変ご迷惑でしょう時に佐久間さんは昨日会社でいつもと違った怪しいそぶりをして見えなかったでしょうか別にいつもと変わっておられなかったようです昨日佐久間さんはどんな服装をして見えましたかモーニングコートを着ておいでにやりましたそうですかと敏夫君は言いましたが その顔には激しい興奮の色が現れておりました。年尾君はしばらくの間応接室を歩き回りました。B のおじさん、犯人はわかりましたよ」と年尾君は小田慶次に向かって言いました。え、誰だい？もちろんこの小野さんです。このとき柳太郎は決層を変えて年尾君に近寄りました。 何を君はどうして僕を犯人というのかと彼はいざといわば敏夫君に踊りかかろうとする剣幕を示しましたまあ静かにお聞きなさいと敏夫君は言いましたあなたはゆうべ7時から9時まで散歩をしたとおっしゃったそうですがそれは嘘です。あなたは確かに昨夜佐久間さんを訪ねましたどうしてそれが分かるのかね と、小田啓司がそばから言いました龍太郎は物をも言わず敏夫君を見つめました小野さんは今昨日佐久間さんがモーニングコートを着ていたと言ったでしょうところがさっき老婆の話によると佐久間さんは会社へは普通の背広を着て行って夜の会合に出かけるために夕食が済むとすぐモーニングコートに着替えたのだそうですしてみると 小野さんは昨夜佐久間さんのモーニング姿を見られたわけですそうしてうっかり昨日会社でも佐久間さんがモーニングを着ていたと思い違えたのですこれを聞くなり龍太郎の顔はさっと青ざめました彼の全身は震えましたしかし龍太郎は声を枯らして反抗しましたたとえ夜分僕が訪ねたとしても 教行は9時半に行われているというじゃないか。僕は知らん。僕は知らん。多分そうおっしゃるだろうと思いましたよ。と、敏夫君は威圧するように言いました。しかし、時計の針はきっと後から付け替えたものに違いありません。というのは、時計の蓋のガラスを調べてみましたら、表面に、 ピストルから発射されたのすすがついておりました。これはピストルをごく近いところから発射した証拠ですすなわち犯人がわざと時計に打ち込むためにやったことですしてみるとその目的は言うまでもなく強行の時間を誤らせるためなのです犯人はガラスのすすに気がつかぬくらいですから少々慌てたに違いありませんだからこととによると犯人は、 時計の針を動かす先にピストルを打ち込んだかもしれません。そうすれば針が動きませんから、針を外して置き換えたに違いありません。ところで、これが寛容なところです。P のおじさんもよく聞いてください。いいですか犯人はきっと慌てておりますから、針を置き換えて時間だけを進めても、 時計をちんちんと打たせておくことを忘れたに違いありません。いいですか？わかりましたか？これから僕は文字盤を外して機械を調べます。そうすれば時計がいくつ打ったか打たぬかすぐわかります。もし調べてみてここのつ打っていなかったら。 突然敏夫君は口をつぐみましたというのはその時龍太郎が率倒したからであります彼は敏夫君の介抱によって息を吹き返すなり一部始終を自白しましたかくてこの事件も敏夫君によって見事に解決されたのであります